おお、ダイナミックに開けていきました。授業受ける場所が遠いってこれ。おい、ちょっと早く行かないと遅刻だってこれ。ドアを開けろ、デトロイト死刑だ。こんにちは、サイクロン田辺です。昨日入学したんです、5年生です。あー、やべえな、これ完全に俺だけ服浮いてら、うん、こっち後ろの席が空いてるよなんかめちゃくちゃ優しいじゃんお前。こんなやつにも優しくしてくれるのかよ。ホグワーツ最高だな。噂の新入生だね。ローネン先生にはもう会った？え、ローネン先生初めてもいいか5学年の呪文学へようこそ。今年は呪文学を学ぶ上で大事な1年になるぞ。だが私は信じている。君たちが熱い情熱を持って試練に臨み、それに打ち勝ってくれることをな。先生よろしくお願いします。教科書の517ページ。教科書持ってねえよ。教科書持ってねえんだけど俺。この前にこの教室にいる者の中で変色呪文と成長促進呪文の違いについて答えられる者はいるか。いけいけ、田辺いけ。そうだね、誰もいない。田辺いけ、田辺答えろ。おったったった、残念だが今から勉強しても間に合わない。おい、ふざけんなよ、教えろよ。夏休みの間にひどい目にあったと見えるどうやら友達同士で忘却呪文の練習をやりすぎたかな。では初歩的な呼び寄せ呪文くらいは覚えているかね。え、みんなカスやん、こいつら5年だろ。俺も5年だけど、お前らさ4年間何学んできたんだよ。おさらいが必要だな。諸君、ペアを作って教室の端っこに立ってくれたまえ。俺はできなくてもしょうがねえけど、おめえら教科書を4年間、まあ、5年間何学んできたんだよお前。みなさん、それを交代で相手の手元から呼び寄せてみたまえ。使うのは各ペア1冊だぞミスデール、よろしいかね。では動きたまえ。アクシオ、おお、これ1年がやる魔法じゃないの5年がやる魔法じゃないでしょ。早いな、才能を感じる。だが練習なくして才能は目覚めん。練習だ、ミスオノイと肩を並べられるぞ。よし諸君、そこまで。どうやらみんな基本は身についているようだし、今日はいい天気だ。せっかくだから少しばかり外に出てみようじゃないか。お、いいっすね。新鮮な空気はいいものだぞ。ついてきたまえ。わあ、一人だけ服着ないで外出てる人がいます。ローネン先生。楽しむことが上達への内容の近道だ。君、服装はどうしたのかね。クイディッチをやっている諸君ならわかるだろう。クイディッチやってねえよ俺。クイディッチやってねえですけど。呼び寄せ呪文の力を試すのにもスポーツの要素を取り入れてはどうだろうか。スポーツの要素、どういうことですかローネン先生。楽しげな息み声かっこ楽しげな息み声ってなんだよ何笑とんねん。一番手は新入生の君に頼もう、はい、んさあ、かっこ楽しげにうなるかっこ楽しげにうなる。これ何したらいいですか。何、簡単だよ。はい、アクシオを玉に向かって唱え、はい、こいつ玉とか言い出しましたよ。あ、なるほど。そうだな、ゴブストーンのようなものだと思っていい。アクシオ、あーで50ポイントのとこで止める。止めて、止めて、ちょ、もう一回いいですか。これどこで止めんの。いい、こうこうか、こうこうじゃない。来た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 、うわー、うわー、いい、めちゃくちゃ惜しい。ちょ、邪魔、先行、こう、もう止めていい、もうここでいいよ。おら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 、きたー。おい、誰か俺に勝てるやついんの。あ、でもこれ3つとも50に乗せなきゃダメなんだ多分。素晴らしい、スリザリンに勝てん。おー、スリザリンに150ポイント。素晴らしい、なんとは頼めよ。ミスオナイ、ちょっとばかしこの新入生をもんでやってくれ。お、なんだよ、やるか。おい、いや、これ、あ、タイマーあるのか、これで、ね、点数。君は前回と同じく青、それからミスを。あ、他のやつの弾弾けんじゃねえ、これ頑張ったら。はい、先生。お、来いよ、おい、よろしくな。おい、ちょっと妨害します、自分。はい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 、ディーフェンス、ディーフェンス、ディーフェンス。おい、見せてみろよ、お前の弾。おい、30なんか数、資金のやることじゃねえか、お前。あ、次俺いいっすか、やって。アクシオ、ここ緊張しない。ここここここ、もうちょいもうちょい行ってくれ。50乗った、乗ったんじゃないのこれ。50、
ほらーこれ50なんだよ。どうだ見たかおい。おい。おい、どうなんだよ、おめえよ。あ、なるほどね。あ、これ弾きてえな。これ弾弾けんじゃね？ちょ、これお互いの弾ぶつかる？ちょ、俺の弾を犠牲に。これ弾いて。よしよしよし、いけ、落ちろ落ちろ、クソ落ちねえのか。いや、でもまだ狙える。まだ狙える。ここお前、ちょっと待って、お前何やろうとしてんだ、お前バカ野郎。わあ、なかなかやりますね。ここから引っ張ったらさ、あいつの弾落ちない？これちょっと対角線。あ、来た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 、えい、お前の弾終わり。はい、お疲れ。はい、お疲れ。おもろこのゲーム。おいおい、これ高校有利ゲーだからよろしく。悪いな、これ高校有利ゲーなんで。このゲーム神ゲーじゃん。ちょっとおもろかったんだよ。面白くしてみようかね。え、まだ面白くなるんすか。ちょっとこれ神ゲーなんすけど、先生。かなりの神ゲーっすよこれ。え、何何するんすかこれ。あー、マジ面白いは通り越して、むずすぎ、むずすぎこれ。同感同感、慎んで集中しないと難しい。はい、さらに難しくなります。私も右へ左へ行ったり来たりします。行くよ。はい、あ、見せないよ見せないよ。はいはいはい、ダメ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 。あー、まあ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 、ザコがやりそうだよね。こうでなきゃこの辺。よし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 、ほら、やべえ、サポートしちゃった。おい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 、やばい、逆にサポートしちゃったって。やばい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 、もっと押し出すつもりだったのに。やばい、やらかした。まあ、この野郎、お前絶対押し出してやるからな、その弾。あ、バカじゃねえのお前。落ちろ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 、もっと強くぶつけてやりゃいい。もっと強くだ、もっと強く。サイクロンのターン、行くぜ。俺のシュートはサイクロン。あ、まだいける。よし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 、道連れ戦法。まずは道連れを。あ、ぶつけ合いぶつけ合いぶつけ合い。あ、俺の押し出してくれ、俺の押し出せって。お前やってくれるな。俺のターンだよこれ。でもさ、これ俺が50に入れたらまあ同点だから、それじゃつまらねえよな。お前の弾全部落としてやっからな。手加減はしないよ。おらー、ひょっとせ、やばい、俺の弾落ちた。あ、でもこれ引き分けになったんじゃない。引き分け、いや引き分けんじゃってない。あ、20。あー、引き分けだ。いや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 、けどこれ高校有利系じゃない、こういうことができるもんな。二人ともすごいぞ、筋がいい。あー、よかったよかった。授業は終わりだ、忘れ物を。ありがとうございました。どういう姿勢なんだよ田辺。同点か、私たち五分五分。いやー、なかなか、ちょ、勝負はね、預けとくよ。1週間もかけて握手を学んだのに。ここに来たばかりの頃は何をするにもしばらくかかったな。でもちゃんと馴染めるから大丈夫。本当？本当に？俺馴染めてますか？外見以外はね。分かってくれて嬉しい。よかった。覚えることだらけでパンクしそうだったから。わかるよ。私も転校してきたばかりの感じ、よく覚えてる。あ、お前も転校生なの？4年生になる直前に我がドゥから転校してきたな。あ、そうなんだ。教具が似てるね。ここで占い学を教えることになって、それからあっという間にウガンダを離れて、世界の裏側にある新しい国で新しい学校に通うことになった。大変だったんだね。でも私あなたに興味ないの、ごめんね。楽しかった、それからいい勝負だったよ。こちらこそ。びっくりさせないで、なんで格好してるの。サマンサデール、おー、ごめんごめん。どうも、何か話してでも。サマンサデールよ。いや、まあ、びっくりしてただろお前。と思ってた。あ、そうなんだ。君のことずいぶん噂してるからね。あ、そう、まあ、噂されるよね。呪文学の授業なかなかすごかった。こいつなんだ、レイヴンクローなのかな。レイヴンクローを選んでたらこいつが友達になってくるんじゃない。ありがとう、そこまで大変じゃなかった。めちゃくちゃ嫌なやつだよこれ。ありがとう、そこまで。めちゃくちゃ嫌なやつだよ田辺。弟のウィリアムなら謙虚になるな、自分の力を信じろって言いそう。あの子すごい自信過剰なんだよね。ああ、そろそろ宿題にかかるよ。ビギナーズラックに頼らないで、ローネン先生を。お、言ってくれるね。ビギナーズラックじゃなくて俺の実力だってところを見せてやるからな、お前。おお、ここか。なんか目玉が俺のこと見てんな。見てんじゃねえぞこら。おい、俺が変な格好してるみてえじゃねえか、まるでよ。来ました。おお、戦ってんね。ちょっと俺にもやらせてくれよ。お、セバスチャン・サローやん。その程度。お、煽ってんね。煽ってく。あーす、それ反則だろ。横なごなにしたいなら放課後にやることだね。
生徒は毎年来るが、ヘブリディーズ・ブラック種の頭蓋骨はこれだけなんだ。じゃあこんなとこに置いとくなよ。1878年の大密猟者狩りの押収品なんだ。聞いたことあるだろ？ないです。ん？気になるかい？こんな老婆が一体どうやってたった一人でウェールズ東部最大の密猟者集団を壊滅させたのか。お前一人でやったの？知識さ、知識。賢人に年齢はってなきがごとし。今日学ぶのは闇の魔法使いにやられそうになった私を数えきれないほど救ってくれた呪文、レビオーソ。レビオーソ、ただの浮遊呪文だろ。レビオーソ。おお。敵は丸腰も同然。身を守れるかい、プルウェット？無理だろ。おお、すげえ。私が無言者として学んだことの一つはシンプルであることだ。戦いにおいて特に重要だよ。じゃあ早速実践しようじゃないか。少しずつやっていこう。レビオーソをかけてからウィンガーディアム。レビオーソ。違うわ、あなたのはオーソ。正しくはレビオーソ。レビオーサじゃないんだね、これ。発音がいいとレビオーソなんだね。ほーらー、あ、これいい。浮かして無防備してタコ殴りするってわけですね、これ。めちゃくちゃいいやん。よろしい。おもろい、おもろい。に勝る練習方法はないからね。え、マジやるんすか。まずはそこの二人。お、両者。おい、やろうぜ。ホグワーツ式の歓迎だな。さ、うん、公平な。まずはお辞儀をするのはハリーポッター、ただね。お辞儀をするのは。お辞儀をしろよ。はじめ。マジいいっすか、いきなり。やっちゃいますよ。やっちゃうよ。先手一勝、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 先手一勝。あぶねえ、この野郎、この野郎。おいおい、死ねくたばれ、この野郎。股間にヒット。いけいけいけ、押せ押せ押せ。おい、この野郎かかってこいよ。お前当たってんだよ、そんな魔王。はい、浮かしていいよこれ。めちゃくちゃいい。おい、この野郎かかってこい。お、落ちたな、この野郎。あ、落ちたら勝ちなんだ。予測するんだ。はい、余裕。初心者にしてはやるな。負けてなかったぞ。もうなんだやんのか、この野郎。おい、おめえよかったな。いい笑顔です。困らせたのによく乗り越えてみせたね。スリザリンに勝て。スリザリンにプラス100億ポイント。グリフィンドルマイナス50点だ。今日の出来をそのまま信じてもいいなら、あんたは大いに期待できるね。ありがとうございます。私は生徒に完璧を求める。自分完璧なんで、服装以外は、見た目以外は。だから絶対にできなきゃならない。闇の魔法使い、いや、ゴブリンの方が現実的か。そういった敵と戦うのは教室での決闘とは全くわけが違うんだよ。わかりました、先生。だから暇を見つけて練習することだ。だから声なんだよな、こいつ。ミスターサローならいいアイデアがあるかもしれない。はい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 、はい、とにかく今日はよくやった。近いうちに追加の課題を渡すよ。よくやった。お前マントがセバスチャンサロー、お前マントが体に貫通してる。それどんな魔法それ。前掛けみたいになってんじゃん。それどういう魔法なの。いいな、ちょその魔法俺に教えてくれよ。お前マントが貫通しとるやないか。お前楽しかったね。楽しかった、やばい。本当だったな。みんなの噂の的になるぞ。確かにいい練習だった。ごめんね、股間を魔法で貫いて。達人と決闘してるような気分だったぜ。新入生がこんなに杖を使えるとは思わなかった。もう一回やろうぜ、サロー。もしかして決闘は初めてじゃなかったのか。前世でデスマッチを少々。そうだよ、何回やったかな。そうだよ、手加減してあげたんだからね。まあ、言うねえこいつ。いずれ真剣勝負をしてもらおう。真剣勝負しようぜ。そうだな、君なら特別な決闘組織に向いてるかもしれない。マジ、ちょやろうぜ。地下闘技場みたいのあるの。面白そう。面白そう。仲間に入れて。よし、戦闘強だよこいつ。そう思ってたよ。ホグワーツでの生活を思い切り楽しみたいなら、たまにはルールを曲げることも覚えた方がいい。そうだよな、当たり前だよな。秘密の決闘クラブに参加したり、図書館の禁書の棚に忍び込んだ。ちょっとおもろそう。ちょっとそれやろうぜ。捕まらないだけの賢さが求められることになる。いや、自分マジ賢さなんで。知力99振ってん。大丈夫っす。忘れないようにする。話せて楽しかったぜ。すぐにまた会えるかもな。どこか許可されてない場所で。今日の強さがただの運か実力か。許可されてない場所。見せてくれよ。ああ、ちょっと行くわ。時計台入り口近くでルーカンブラトルビーを探せ。興味があれば。時計台入り口の近くでルーカンブラトルビーって何？じゃあまたな。あ、またね。うん、グッバイ。先生、
呪文を教えていただけるんですか？そうとも。しかも非常に便利な呪文だぞ。修復の呪文、レパロだ。物を直す魔法だ。瞬きの間もなく新品同様になる。じゃあ先生も新品にしてあげましょうか。ずいぶんヨボヨボになってしまってるみたいですし、直してみよう。オッケー。はい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 、直ったよ。てかみんなこれ直してあげなよ。わあ。親切な人です。なんだよこいつ、一人ごとデカオ。あの大丈夫？私のこと知らないの？ゼノビアノークよ。生徒みんなに理由もなく嫌われて。なんで？理由あるだろ絶対。どうして嫌われてるの？あなた嫌われてるの？どうして？ホグワーツにはいじめっ子や意地悪な子がたくさん。マルフォイだ。リアンダープルウェットは特に最低。才能もないしどうかしてる。友達を作ろうと思って談話室に私のコレクションを持って行ったの。ゴブストーンのコレクションよ。遊びたい人がいるかと思ったの。ゴブストーンは知ってる？ビー玉みたいな小さな玉よ。すごいゲームで、もし負けてしまったら、最悪じゃん。さあ液体をかけられるの。最悪じゃんそれ。ひどい遊び。匂いがつくゲームか。ちょっと嫌かも。負けなきゃいいのよ。私は負けないし、少なくともそう簡単にはね。はあ、人ってこんなに残酷になれるのね。たかだかゴブストーンに臭い唾をかけられただけじゃない。そもそも負けるのが悪いのよ。そしたらあの負け犬たち、ゴブストーンをひったくって学校のすごく高い場所に隠したのよ。僕でもそうしたかも。あなたが悪臭をまき散らしたから相応の仕打ちを受けたんでしょう。そういうルールなの。とにかくどうやって取り戻せばいいかわからないの。魔法で取り戻せよ。必要な呪文を知らないの。誰か手伝ってくれないかな。例えば無欲で才能にあふれたどこかの子。いやー俺じゃん、めちゃくちゃ笑ってんじゃん。友達いないの？学校に友達はいない。残酷だよ。あんまりナティってこと挨拶はしたけど、それっきりだし。アクションで取ったらいいんじゃないの？だけやってみる。ありがとう、助かるわ。ゴブストーンを全部見つけることができたらまた。お前待ってるだけじゃなくて、おめえも見つけろよ。またすぐスネークピットやジャックストーンができるようになるのね。知らんわ。なんだよそれ、ゴブストーン探し。知らんわ、6個もあんじゃん。どうもセバスチャン。新たな指令だな。物資が至急いるんだろう。ホグズミードまで同行するよう言われたよ。君は村へ行くのは初めてか？うん、ここに来てから初めての外出。それじゃ最高の案内役になれるよ。助かる助かる助かる。ホグズミードはいいところだぞ。何でも揃ってるから。今何でもってみんな見つかるはずだ。じゃ行こうか。来た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 。これが城の外ですか。雨降ってんじゃん。お前こんな大事な時に。来た。その格好で行くの？田辺その格好で行くの？ウィーズリー先生に同行を頼まれてよかった。なんで？僕もあとありがとう。あ、ハメ外せるから。もちろん。決闘で僕に勝ったのは君が初めてだ。そうなん？お前弱かったけどな。注目しておいた方が良さそうだからね。ウィーズリー先生といえば随分気に入られたみたいだな。そう？ならよかった。僕の罰則歴を考えたら先生が僕に何かを出すなんて驚きだけどな。よく罰を受けるみたいだ。悪いことしてんだお前。経験はそれなりに豊富かな。おい、ちょっと俺にもいろいろ教えてくれよ。やばい、俺の服が汚れてきちゃって。どうしよう。言えば雨で汚れちゃったよ。1回分逃れられたかも。わ、すごいな。ちょさ、なんか乗り物とかないのこれ。ねえセバスチャン、禁じられた森からだ。見ろ。なになになに、どうしたの？なに、おお。すごい。禁じられた森ってどれ？そうそう、なんでそんなところに禁じられた森が近くにあるんだよ。だからホグワーツの生徒結構外をうろつきすぎじゃね。そんなに自由に出ていいの？左は禁じられた森だ。生徒は立ち入り禁止になって。ちょっと行こうぜ。名前通り。ちょっと立ち入り禁止。ちょっと行こうぜ。じゃあ禁じられた森。うわー、セバスチャンを見捨ててない見捨ててない見捨ててはない。見捨ててはないって、もう見捨ててはないって。お前も行こうぜ。お前悪いことしてんだろ。ちょっと禁じられた森行こうぜ。なんか悪いな、雨降ってる中お前のローブも汚しちゃってよ。俺のこれはもういいんだよ、こんな服だし。めちゃくちゃ汚くなっちゃったよこれ。っていうかさ、なんで走りで行くの？あー、探索する機会あったけどまだしてないね。ものすごく広いよね。あ、ここがホグズミードじゃない？絶対そうでしょ。ちょっと俺明かりつけるわ。テンション上がってきたから。おい、これで行こうよ。おい、みんな来たぜ。この街を照らす光、田辺です。お、猫いるじゃん。
おい猫、おい、ちょっとお前、俺と一緒に来てもらおうか、この猫。浮いてもらうぞ、この野郎。いいな、ここ。すごい、すごい、すごい。どうする？ウィーズリー先生の話だと、必要なものがあるんだろう？杖やら何やらさ。あるんだよ、杖。ハッカのために呪文クラフト、魔法薬のレシピ。めっちゃあるんだよ。新しい杖が楽しみだな。え、てか俺金持ってねえんだけど。金持ってんのかな？村を見て回る時間はたっぷりある。店によって妹に何か買っていこうと思う。用が済んだら広場で落ち合おう。オッケー。あ、俺の服綺麗になってる。やったー、嬉しい。移動しっかり楽しんでくるといい。とりあえずここは入らなきゃいけないんだよ。おーい、お、来たよこれ。箱、何これ。うわ、金パクったこいつ。金パクったけど大丈夫これは。やばい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 。回して何。すいません。はい、ただいま。ああ、君か。あ、ちょっと待って。俺のこと知ってんの？ここが杖屋さんかな。見た感じ。ああ、うん。こんにちは。こんにちは。新しい杖だろ。その時期だ。その時期って？君は途中入学の5年生だろ。そうです。失礼、聞くまでもなかったな。わしはエボルド・オリバンダー。無論オリバンダーの名は知っておろ。いや、全然。すいません。世界一の杖。あ、そうなんですね。今知りました。かれて光栄。ありがとうございます。うん。さあ来なさい。ぴったりの杖を探そうじゃないか。違う。これも違う。ああ、これだ。これだ。強力な芯。26センチ半。これだな。あ、じゃあこれでいいです。ほら、試してみてくれ。あ、これ？本当に？ああ、いいんじゃない？はい。こう振るんだ。ほい。ほい。は？おかしい。おい、もう一度だ。さっきの杖の方がいいんだけど、これ借り物。ほい。うわあ。おーい。これ合ってる？俺に合ってない杖ってことじゃん。こいつとは合わなかったか。きっとこいつで間違いない。さあ、持って。田辺どう？色がいろいろ色だけに選べる。あ、形とかも選べるんだね。お、なんかかっこいいのがいいな、俺。うわ、これすげえな。わあ、これなんか黒くしたらすげえかっこいいじゃん。これがいいよ、俺、この黒いやつ。あ、でもこのさ、ぐるぐるもいいね、これ。興味深いな。ぐるぐるらせ、いやー。いや、ちょっと俺これでいくわ、気高く。気高くいく。田辺の血は気高い血なんだ。純血田辺。いや、なんか長さはさ、長くてよくない？ほな、長ければ長い方がいいでしょ。あ、ぶどうでいいじゃん、ぶどう。もう知ってるのがぶどうだから、ぶどうでいいよ。で、これ何？ユニコーンの盾紙、安定して魔法を生み出すことができる。不死鳥、幅広い種類の魔法を生み出せることができる。これで変わんのかな？強い魔法を生み出すことができる。これで何が変わるのかわかんねえけど、不死鳥でいいよ。不死鳥の羽か。極めて入手困難で。ああ、じゃあ入手困難なやつでいいよ、俺。備えた杖の芯だな。じゃあちょっとこれ、買いますんで、自分。どうだろうかね。もういいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。一番杖っぽい、これ。かっこいい、これ。クソかっこいいやん、これ。お箸みたい。チョップスティック。来た。いいね、田辺。なんということだ。なんということでしょうか、俺は。新たな杖に新たな未来。魔法界の未来も明るい。ありがとうございます。いや、こいつ闇に落ちないかだけが心配だな、田辺。いや、俺の杖見つかった。さあ、感触はどうだ？これいくら？これいくら？いいですね。全然違う。うねりみたいなものを感じます。それが相性だ。君のつながりは特に強そうだったからな。正しい杖は持ち主から学び、持ち主は杖から学ぶ。ありがとうございます。早く試してみたいです。あなたで、あなたでね。不死鳥の羽の杖は人を選ぶことで知られる。この杖は素晴らしき伴侶となるだろう。使えば使うほど杖との絆は強くなるのだ。人を選ぶことで有名だったらさ、驚くなかれ。この杖は君の考えを察する力がある。それ嘘ですよ。こんなやつ選ぶのどうかしてるもん。いざという時に重宝するだろう。どうかしてるって。オリバンダーさん、最高ですね。手助けしただけだよ。何かまたわしに手伝えることがあれば、一度も来たまえ。じゃあとりあえずケツを貸してください、オリバンダーさん。この杖をぶち込みます。はい、じゃあな、ジジイ。ちょ、これもらっていくから。金減ってないよな。すごい、グローブとかするとちゃんと火力上がったりするんだな。じゃあ裸じゃダメじゃね。
防具にも攻撃力、防御力ボーナスとか入るんだな、これ。わ、これ何パクれる。わ、勝手に食っていいのかよ、お前。何やってんだよ、お前。おい、田辺、お前勝手に食うなよ。何勝手に食ってんの。やべえやついるって。また行動してる。おいおいおい、田辺、お前カメラの見えてないとこで、お前ダメだって。お前何食ってんの、お前。お、勝手に食うな、こいつ。万引きとかそういう次元じゃねえ。完全にやべえやついいんだけど、これ。嘘だろ。こいつ、めちゃくちゃ食ってるじゃん。なんか、やばい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 。やばいやばいやばい。なに。ほら、勝手に食べるからだよ。これなんだろう。あ、飛べるグミなんじゃないこれ。ほら、ただね、そこにもある、ほら。これ、探すって何。ああ、金パクりやがった。こいつとんでもねえ野郎だよ。これ何？何これ、決め。おわー、ホオカマです。ホオカマがいます。完全なるホオカマがいます、ここに。これはなんだなんだなんだは。あー、なんか動物になるやつじゃない？猿以外もあんのかな。おーおー、わー、いろんなパーティーあるやん。田辺やべえな、すげえよこれ。キチゲーいる。キチゲーがいます、皆さん。ここに、マジこいつ万引き少年やばすぎるだろ。田辺、お前何やってんだよ。お前完全なる万引き少年だろ。もう全力疾走がやばすぎる。これやばすぎる、このこのダッシュマジやばすぎる。外吉くんでしょこれ。半端ねえよ田辺、お前これすげえな。ホグズミート、おい、ここ何、みんなここ何か教えてよ。おい、包茎売ってくれよ俺に。勝手に食ってるし、いや勝手に飲んでるし、やばすぎ。勝手に食って勝手に飲む、やべえやついます。お前、人様の家のものを勝手に飲んでお茶してんじゃねえよ。すげえな、一見何もなさそうなところでもこうやって入って金とかをパクっていける。ああ、じゃあもうここ用ねえから、ここは入れる。なんすかこれ。あ、曲とか聴けるでしょこれ絶対。はいはいはい、おー、いい曲ですね。勝手に飲みまくって勝手にケーキをむさぼる、やべえやつです。これはあっぶねえ、あっぶねえ、あっぶねえ、あっぶねえ。なんだよこれ。ふざけんなよこれ、あぶねえな、おい。おい、この街危なすぎだろ、クレイジーだろこれ。これなんすかこれ。いや、勝手に飲むなってお前。勝手に飲むのやばすぎるだろ。勝手に食って落とすなって。マジ犯罪者やんこいつ。